皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか？私は元気にしております。さてさて、カラオケタイムです。はい。ちょっと、不完全なんですけど、歌いたい曲があるので歌います。はい。もう最後のサビの手前、本当に難しいから、あれ歌、覚えられないんですよね。はい。いや、多分10回聴けば覚えるんでしょうけど、10回も聴いてられないくらい、ちょっと、早く歌いたいんで、もう今すぐ歌います。はい、行ってみます。あれ、あ、音がゼロになってる。ちょっと待って、ちょっと待って、音が、はい、こんな感じ。どれくらいの値打ちがあるだろう。僕が今生きてるこの世界に全てが無意味だって思える。ちょっと疲れてんのかな。手に入れたものと引き換えにして、すり傷だといくつもの輝き、いちいち憂いてるほど平和な世の中じゃない。一体どんな理想を描いたらいい。どんな希望を抱き進んだらいい。答えようもない、その問いかけは日常に葬られてく。君がいたらなんて言うかな。暗いと茶化して笑うのかな。その家は俺から笑顔に触れて、僕の憂鬱が吹き飛んだらいいのに。決して捕まえることのできない、花火のような光だとしちゃっても、もう一回、僕はこの手を伸ばしたい。誰もみんな悲しみを抱いてる。だけど素敵な明日を願ってる。臆病風に吹かれて、波風が立った世界をどれだけ愛することができるだろう。考えすぎで言葉に詰まる。自分の不器用さが嫌い。でも妙に虚に立ち振る舞う。自分はそれ以上に嫌い。笑っていても泣いてそうしても、平等に時は流れる。未来が僕らを呼んでる。その声は君にも聞こえてますか。さよならが迎えに来ることを最初から分かっていたとしたって、もう一回、何度でも君に会いたい。巡り会えたことでこんなに世界が美しく見えるなんて想像さえもしていない。単純だってほら、うかい、君に心からありがとう言うよ。滞らないように揺れて流れて、透き通ってゆく水のような心で、あなたら
しくなった時の分までもう一回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 君を強く焼きつけたい。誰もみんな問題を抱えてるだけの素敵な明日を願っている。臆病風に吹かれて波風が立った世界をどれだけ愛することができるだろう。もう一回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 。歌い終わりました。いやちょっと練習不足が、練習しなきゃこれちゃんと口ずさんだことがあるぐらいで歌っちゃダメですよね。はい、まあちょっと試しに歌ってみたって感じです。この曲はですね、もっと練習してまた再チャレンジしたいと思います。はいね、お聞き苦しくてすいません。はい、頑張ってみました。はい、歌ってみたのコーナーでした。はい。ということで、今回の配信は以上になります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。